国鉄客車の車両形式本項目では、日本国有鉄道及び国鉄分割民営化により、国鉄から車両を引き継いだ、JR 各社が保有する客車の形式称号の付与方法について記述する。北斗星の客車客車の形式称号客車の、形式称号客車の形式称号を、JR 各社に現存する客車の形式称号の付け方は、 国鉄で1953年に制定された規定を基本的に踏襲している。ただし完全に遵守しているわけではない。このうち、丸は車両の重量を表す記号、和用途を表す記号、A は形式を表す番号、X は同一形式内の製造番号を表す。なお、は空白を表す。換算量数も参照重量記号が付されるのは、 ボギー客車のみである。二軸車には重量記号は付されないため、記号は用途記号のみで表記される。客車は機関車に牽引されることから、運用する際には常に重量を配慮する必要がある。したがってその形式記号の最初に重量記号が含まれている。用途記号が同じ同一車種については落成した順に形式番号を付けたため、 重量記号のみが異なる形式番号は存在しないのが原則であった。例としてハトハフについて、二軸ボギー車の最初の30から36の形式を表に示す。20系登場以後、形式番号の区分の仕方が変わったため、国鉄末期時点では、この原則が大幅に崩れ、形式番号が同じで、重量記号のみが異なる車両が大量に出現した。ここでの、 自長とは、客車自体の重量に、定員分の乗客または規定積載量の荷物、郵便物の重量を加えたものを言う。したがって、荷物車等には、積載量を減らして、重量クラスを落とす措置をしたものも存在する。60軽客車のスハニオハニ61や10、軽客車のオウユ12、スユ13等が該当以下に国鉄及び JR グループでの客車重量記号を示す。 重量記号には各、クラスごとに語源がある。二軸の四輪客車と三軸の六輪客車。単に、十499、千4820と、等級記号だけで表記する。該当者は、大正時代以前の木造者のみであったが、2001年に、至って、ワム8万系貨車改造の果て8000型が、JR 北海道に登場し、このクラス唯一の現存例となっていた。 これ以降のクラスはボギー車となる。小イコール22.5トン未満。小型の略とされる。明治時代のボギー客車はほとんどが補給であったが、北海道大港鉄道の客車は大枠や台車の一部も木製であり、所属したすべての客車が補給の小型ボギー車であった。JR カゴも一両だけ車席を有していたのが、 新幹線車両輸送限界測定用の試験車、小屋91である。ホイコール22.5トン以上27.5トン未満。ボギー車母保が5弦という説と、本系本型保が5弦という説がある。実際には、補給もボギー車である。明治末期大正初期の2.3等用、木造二軸ボギー客車である、中型基本客車が代表的な例。 小補給は現存しない。ナイコール27.5トン以上32.5トン未満。中型中型な、もしくは波形波型なが語源とされる。二軸ボギー車と三軸ボギー車とがあった時代に、中型とされた二軸ボギー車が当初該当したと言われるが、後には軽量車両の記号となった。大正中期の木造二軸ボギー客車である大型基本客車や、 戦後の軽量客車な波重系、特急用の2 0系が代表例。ただし2 0系は1970年代以降の改装で実際の車重がお急に増大してしまったが表向きの形式である名は変えず、識別符号をつけるだけでそのまま済ませた。那球は JR 加護もなハフ11型が車席を有して残存していたが、1995年に 廃車となり一度消滅した。しかし4年後の1999年、JR 北海道釧路運輸車両所にイベント用として脇1万型から改造されたバーベキューカー那覇2万9000型が登場したことにより復活した。新生車両では JR 西日本の那覇354001も該当する。 おはふ33型をイコール32.5トン以上37.5トン未満。大行大型をが語源とされる。当初は木造三軸ボギー車が大型車として該当した。昭和時代に入り構成車体が普及すると通常形の二軸ボギー客車が該当するクラスとなった。1 2十1 4二2 4系、5 0系など 1970年代以降に製造された国鉄客車の多くはこのクラスに該当する。スイコール37.5トン以上42.5トン未満。鋼鉄車、スチールカースが語源とされるがすごく大きいスとする説もある。1927年以降高性車体の客車が登場したが、三軸ボギー車については、 重量が著しく増大したことからこのクラスとなった。二軸ボギー車でもスハ32型やスハ43型、スロ60型などかなり多数の形式が該当している。戦後に軽量構造が一般化した後は12系、14系の電源エンジン搭載車や24系の改造個室寝台車などに該当車がある。寝台特急、カシオペア用の2階建て客車。 E26 系もほとんどがこのクラスに属している。マイコール42.5トン以上47.5トン、未満。語源は、英語のマキシマムから、マキシマムまであるという説が有力である。ますます大きい今、誠に大きい今という説もある。昭和初期の構成三軸ボギー客車の中でも、一部の、優等者と、重量に持つ車が該当。戦後は、スキュー展望車。 優等信頼者の冷房化改造で重量が増加し、魔球が増えた。また、荷物車についても、満載状態だと魔球に該当するものが多かった。現在は24系の電源車や、事業用車両代用の元荷物車等の例外が、少数在籍するに止まる。特殊な例として、JR 西日本が保有する、マイ四十九系展望車がある。団体専用信頼特急。 7つ母子院九州用の客車77系は、全車両がこのクラスに属している。カイコール47.5トン以上。語源は、波外れて大きいという意味の、広大から、活大か。限りなく大きい、格別に大きいのかとの説もある。電気レンジを、試験搭載した食堂車の菓子36型や、改造施策に持つ車の菓子38型など、初期には、 特殊例があるのみである。このクラスの多数形式としては、2 0系、2 4系等の電源荷物車が挙げられる。中でも、異例の重量車は2 0系のカニ2 2系である。本来のディーゼル発電機以外に、直流電化区間で発電するための電動発電機とパンタグラフを搭載、荷物満載時の車重は約60トンに達した。この場合、軸重は、 機関車並みの15トンで、使用幹線でしか走行できなかった。運用上不便なため、後に電動発電機とパンタグラフは撤去されている。なお、E26 系のカハフ E26 型は、2階建て構造の1階を電源室としているため、重量50.2トンであるが、ラウンジカーのため普通車扱いとなり、普通車扱いの客車としては最も重い車両となった。また、 1988年に、オリエント急行の客車が台車を履き替えた上で、JR 線上を走行した際、仮の形式称号が与えられたが、換算量数はいずれも、下急であった。用途記号は、客車の用途に応じて単独で、また、合わせ作り車の場合は、下記の順番で重ねて使用される。a b 寝台号作り車は、ロハネ、旧一等二等寝台号作り車は、 色値とそれぞれ表記される。また、微光欄のの左は1960年の2、東急性への移行以前の東急、右はそれから1969年の、モノクラス性移行までを示す。環球車については、記号の末尾に、符が加えられるが、同様の設備を有していても展望車、郵便車、荷物車、事業用車には用いない。環球車とは、車掌室を有し、手ブレーキ、 または、車掌弁がある車両のことである。1941年に制定された、称号規定では、構成客車の獣位の数字は、木造客車との区別を容易にするため3から9と設定されたが実際には3から4が用いられ、戦後、戦災復旧客車や交代化客車の登場とともに、範囲が広がった。1953年称号規定では1点にも、加えられ、 軽量客車、固定編成客車等に使用された。順位の数字は特に定義付けられてはいないが、以下に1953年称号規定以降、事実上用いられた区分を示す。なお、内の車両はこの規定が制定された後に設計、製造されたものである。2 0系固定編成客車搭乗員後の客車同じく、規定上ではなく、事実上用いられた区分。ただし、 JR かごに申請された E26 系はこの数字の前に JR 東日本の車両を示す E が付く。3軸ボギー車、末38系の表記。前の丸印は横川駅軽井沢駅間通過対策済みを示すマーク。1位の数字は台車の車軸数を表す。1928年の形式称号規定では0から6が2軸ボギー車。 7から9が三軸ボギー者であった。現用の規定は1953年の規定改正により制定されたもので、この改正によりそれまで1位が7であった三軸、ボギー客車は形式称号が変更された。製造番号は原則として製造順に1から番号が付けられるが、仕様や用途の違いによって番台区分されることがある。このうち、 共通なものとして、電気暖房を設備する一般計客車については、現場に2000が加えられる。電気暖房用の設備は1トン強の重量があるため、設備取り付けによって、重量記号が上の区分に変更されることがある。こうした場合には、同じ用途で重量記号のみ異なる同形式になるような形式数字は、付与しないとの原則にのっとり、別の形式数字が付与される。 そのため、本来同型のものであっても、電気暖房設備の有無によって形式が分かれると、スロ43が立とうことがある。二軸車、三軸車、対象期の正式木造客車や、私鉄の買収によって、国鉄席を得た客車は、1928年に制定された、称号規定による形式番号が、1941年構成客車に、 独自の称号規定が制定された後も解消されることはなかった。その後1953年の規定改正で変更が行われた。1953年規定改正後は、二軸車は10から999、雑系二軸ボギー車は1000から7999、雑系三軸ボギー車は8000から9999 99、 中型二軸ボギー車は一万から一万七千九百九十九、中型三軸ボギー車は一万八千から一万九千九百九十九、大型二軸ボギー車は二万から二万七千九百九十九、大型三軸ボギー車は二万八千から二万九九千百九十九とされた。すなわち台車による繊維の数字での区分は零から七が、二軸ボギー車、八。 9が3軸ボギー車である。なお、海番過程で、高製造型は1000から2999にまとめ、営業用を2599以下、事業用を2600以上とした。また、木造事業用客車についても、各区分ごとにやえるの種別と重量記号によって、小区分した番号をつけた。食用車、救援車、 配給者ごとにそれぞれした4桁を2次ボギー者は6800、7000、7500体に、3次窪銀医者は9800、9900、9950体に区分し、食用者は重量及び用途によりさらに形式を区分し、救援者及び配給者はもっぱら重量によって形式を区分した。この範疇に属する客車は、 合成造形客車のない2700が1971年6月11日に廃車されて消滅した。その5貨車の改造により、再度 JR 北海道にこの範中の車両が存在したが、番号の付与体系については、この規定に全くのとっていない。客車の形式変更に関わる規定の主な歴史、改正をまとめると次の通りである。 なお1953年規定より前は4輪、6輪等で、あるものも2軸、3軸と記す。ありがとうございます。